ですね、次の質問なんですが、うちのこのサイトがあるんですけど、はい、テイクアップアナウンスということで、ここではあの、まあ、会員様用のコンテンツとかで、はい、あの一般的な指数じゃなくて、この馬券的に妙味があるっていう意味を込めた指数っていうのをちょっと出してるんです、はい、普通は結構割と人気順が指数が順番だったりするので、ちょっとそれは違うやつにしてるんですけど、はい、やっぱりあの、なんですかね、馬券ファンから面白みがないとダメですね。面白みがないとダメですし、やっぱり当てるよりやっぱ勝つことが重要だと思うんで、はい、やっぱ過剰人気の馬を買わずに、まあ、評価が低いけど本体能力がある過小評価の馬をやっぱ狙うのがいいなと、はい、いうふうに僕はずっと思ってですね、はい、で、まああの、加藤さんの場合は自分が馬に乗るときに、はい、まああのまあ、他の映像でもちょっと似たような質問したんですけど、はい、なんで俺の馬がこんな人気があるんだと、はい、弱いぞとこの馬、はい、っていうこともとか、その逆でこんなに俺も今日勝つ気でいるよっていう馬なのに、うん、めちゃめちゃ人気なかったりとかってあるじゃないですか、はい、そう多々あると思います。ありますよね、はい、そういう時ってなんかこの気分的にはどうなんですかね、なんかテンションというか、じゃあ人気があるから今日勝ち負けできるとか、やっぱり基本馬の調子が良くないとどちらにしても、はい、できないことなので、はい、まあある程度の評価をもらってるっていうのはまあ分かってることなので、レース前に分かってることなので、はいはい、気にするなって言われてもそう無理かもしれないんですけど、ある程度やっぱりそういうお客さんが納得するようなレースをしなきゃいけなかったりとか、調教師が納得するようなレースをしなきゃいけなかったりとか、でもお互いが納得してれば別にいいんですけど、調教師先生も今日ちょっと人気してるけど何でも調子悪いから、はい、無理して競馬してくれなと、まあ、揃ってって言い方悪いですけど、まあ、はい、普段のレースして勝つならいいけど、はい、バカみたいに無理して、まあ、痛めることがあるぐらいやったら、まあ、馬を痛めないでくれとか、はいはいはい、次があることだからみたいなとか、あ、なるほど、どうしても経済動物なんで競馬を使わないとダメだったりすることもあるんですよね。まあ無理してもいっぱい使わないと、そうですね、はい、それ成り立ってますもんね、はい、そこで、まあ、逆にその、はい、まあ強いのに人気がない時って、はい、これが一番僕らからしたらそういう馬を買ってるわけですよ、はい、僕やまあこのうちの会員様とか、はいはい、でそういう時で騎手の人って時にはなんかもう人気がない自分の馬が強いと、はい、これ一丁やったるぞみたいな、はい、テンションにやっぱテンションにはなるんですか。じゃあいつもチャンスがあればっていう気持ちになりますよね。ああ、やっぱそういう風、どうしてもそのチャンスっていうのは流れだったりとか、はいはいはい、他の馬との兼ね合いがあったりとかで、うん、まあ、まるっと最初からもう勝負できないとは思ってないわけだと思うんで、あ、だけどその生きてる以上、はい、難しいことあると思うんですよね、馬が機械じゃないので、うん、そうですね、肝ですもんね、まあでもその変な話、その人気がない馬をよく勝たせる騎手とかもいるじゃないですか。そうですね、で、その、まあ、騎手の話になるんですけど、まあ地方でも中央でも JRA でもいいんですけど、騎手目線で見ててこの人は上手いなと、おーって惚れ惚れするなみたいな風に思った騎手って教えていただけます。もう武豊でしょ。あ、やっぱり武豊。